ーニングサー、おはようございます。今です、今日はね8月20日、今羽田空港にねいます。で今日はこれから札幌に移動します。明日大会なので、で明日出る大会が JBBF の札幌オープン、メンズフィジークの180センチ超級っていう大会に出るために今から移動します。でさっきねいろいろ写したと思うんですけど、久しぶりに白米食べたんですよね。白米食べたんですけど、水の量間違ってめっちゃ固くなっちゃったっていう、おこげちょっと半おこげみたいな感じで、全然なんか食感が美味しくなかったんですけど、まあ味はめちゃくちゃ美味しかったです。で今日はあの量を1日かけて食べて、牛肉も食べてっていう感じで少しずつカーブを入れていってですね、で明日に向けて調整を進めていくっていう感じですね。でまた札幌着いたら撮ります。多分ね札幌もね暑いんだよな、暑いんだよ結局。まあ今日今こっち涼しいですけど、あっちがどうかな。それでは離陸までしばし待ちょうです。 2 hours later。 やべえ寒い。札幌着きました。ちょっとね雨が降ってますけど寒いです。去年札幌来た時もクソ暑かったんですけど、今日は寒いな。半袖短パンだからちょっと大丈夫かなっていう感じなんですけど、今から市内の方に移動します。さあ市内着きました。なんとかね雨は止んで、でもちょっと降ってきそうですけどね、とりあえず良かった、市内は降ってなかった。広いですからねやっぱり北海道は。でっかい、来ました、チェックインしました。今日のホテルはこんな感じ、ちょっと広角で普通です、狭い。眺望は普通です。雨がちょっと降ってきたけど、ちょっと休憩して5時半からなんだっけ、身長チェックかな、フィジークはが前日の検量身体測定があるので、それにちょっと行きたいと思います。 A few moments later。 今時刻が6時9分ですかね、今時刻が6時9分で、昼寝しすぎたら6時半の前日計測、ちょっとギリギリで今向かってます。寝すぎた。はい、身体測定終了しました。身長を測っただけなんで6秒ぐらいで終わりましたね。でこれから戻りがてらちょっと買い物していきたいと思います。追加のご飯たち、まあ明日の朝ご飯も含めて、はい、今から明日のちょっと髪型をどうしようかっていうねリハーサルをやっていきたいと思います。ちょっと、まあ、ワックスでいくかジェルでバチバチにするか2パターンちょっと撮ってみるんで、どっちがいいか比較してみてください。ちなみに今のコンディションは、腹がいっぱいや。ちょっと行ってやってみます。時刻が12時20分ぐらいですかね。
さっき YouTube 一本上げたんですけど、もしかしたら見てもらえてるかな。あのちょっとくだらないね相談内容になってます。じゃあ今日はこの辺で寝て、明日また朝起きて会場の方に向かっていきたいと思います。それではおやすみなさい。 The next。 おはようございます。今からご飯食べます。朝ごはんはご飯 180g。 お腹パンパンであんまり食べたくないんで、多分これでラスト、ステージ前のラストの食事になると思います。朝一、おはようございます。今会場に向かっております。昨日は髪型の動画見ていただいてありがとうございました。皆さんからいっぱいコメントいただいて、最終的にこっち、じゃーん、春日スタイルにしました。春日スタイルジェルにしました。どうですか。まあ、ステージ映えはこっちの方がするっていうご意見が結構あったんで、こっちにね行こうと思いました。で今会場に向かって歩いてまして、10時半までに選手受付をしていきたいと思います。どうしよう、今控え室でのんびりですね。周りの状況はこんな感じ。今会場を抜け出しまして、今回ちょっと初めて今から日焼けしようと思います。サロ行ってで今歩いてるんですけど、札幌はね乾いてるわ。めちゃくちゃ気持ちいいっすわ。もう群馬と全然違う。ということで、まあなんか日焼けするとね皮膚の水分抜けるんで、ちょっといいかなと思って今回試しにやってみようと思います。でさっき電話して空いてるっていうことだったんで、今から行ってきます。日焼け終わりました。ちょっと黒くなったんじゃないかなね。で今12時5分で、1時ぐらいからステージなんですけど、ちょっと急ぎ足で帰って準備したいと思います。なんとか間に合いました。チョコとか梅干し、ちょっと塩分戻してパンプ用の体を晴らすような栄養補給をしてます。あと45分ぐらいで予選ステージですね。頑張ります。チョコ食べようと思ったけどドロドロに溶けてるんだよ。予選が終わりました。まあ、ファーストコール呼ばれたんで多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと今結果待ちですね。決勝行けるかどうかの結果待ち。栄養補給じゃ髪型も崩れてないな。うん、どうかなどうかな。決勝残りました。あと1本40分後ぐらいですかね。頑張ります。
勝終わりました。とりあえずお疲れ様でした。まあ全部出し切れたし良かったんじゃないですかね。今表彰式までの間時間ということで、目指すは3番以内いけるかな。お願いします。3位でした。ギリギリ入賞、なんとか。よかったよかった。とりあえず終わったわ。終わりました。とりあえずゆっくりしたいと思います。お疲れ様でした。終わりました。結果は3位。まあなんとか目標達成できてオールジャパン行けるので良かったです。権利獲得できて、で今終わって近くの踊り公園っていうんですかね、とりあえず良かった。まあちょっと上位選手との差っていうのは何かっていうのはフィードバックもらってないんでわからないんですけど、まあ、ジャッジの方はちょっと SNS とか使ってコンタクト取ってみようかなって思ってます。とりあえず休憩、まだ何も食べてないのでこうアイスコーヒーでも買って帰ろうかな。よかった、とりあえず3位、ありがとうございます。スターバックス来ました。弟がねなんか LINE ギフト送ってくれて、これで茶でも行けって言ってくれて、久しぶりに抹茶フラペのベンティ行くか。いつぶりか分かんない抹茶フラペの味、行きます。うわうめえ。はい、ホテルに帰ってきました、結果はですね、第3位です。まあなんとか3位内に入賞できたんで、オールジャパンのね権利は得ることができました。で話すことないな、もうほとんど話しちゃったから。まあ、オールジャパン今日が8月の21なんで、オールジャパンが9月の19ですか、なんで1ヶ月弱残ってまして、とりあえず来週もう1本ね試合が控えてるので、まだ減量は続くっていう感じで、シーズン続くっていう感じですね。で今日の、まあ、フィードバックとかね、ジャッジからのフィードバックとか、も今後取り入れてちょっと行きたいなとは思ってるので、スコアカードが出た段階でですねちょっとコンタクト取って、確認してみたいと思います。今日現場で審査員の方探したっていうか、まあスタッフにお願いしてフィードバックもらえませんかって話したんですけど、まあちょっとそれは叶わなかったのでしょうがないんで、後日コンタクト取ってやるっていう感じですね。はい、ということで、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。来週は栃木オープンに出ますので、そっちではね3位以上の結果を残せるようにしっかりと調整していきたいと思います。それでは今からですね、北海道なんでお寿司を食べに行ってきたいと思います。Thank you, sir. Bye bye. まだ。来た。コロナアドさんと。ありがとうございます。
安倍さんの超おすすめ。めちゃくちゃ楽しい。何これ弾力やばい。弾力やばいですけど。食べたらしいです。じゃあ食べた。また。ありがとうございました。